冷蔵庫からこんにちは、サントリー公式バーチャル YouTuber のサントリーのむです。今日はせいくんが遊びに来てくれました。こんばんは。のむさん、お招きありがとうございます。はい、せいくん、今夜はなんと彗星が見られるそうです。あ、そうなんですね。いや、私彗星って見たことなくて。僕もなんですよ。あ、せっかくなんで見てみましょうよ。あー、綺麗ですね。あー、本当ですね。結構降ってくるものなんですね。うん。あ、せいくん見てください、あれ。はい。二つに割れましたわ。あー、本当だ。なんだかこちらに向かってきてませんか。あ、のむさん、ちょっとここから離れませんか。そうですわね、逃げましょう、せいくん。はい。あ、のむさん、早く。あー、待ってください、ヒールが。あ、のむさん、早く。あー、私、寝てしまっていたのかしら。あれ、ここはのむさんの部屋。あ、そうだ、せいくん、せいくん。え、あれ、僕、私が、僕の分身が。え、私も分身し、あれ、あ、この服はのむさんの服。あ、せいくんのボツボツ。歩きにくい。あ、でも僕、客観的に見る僕はやっぱり可愛いな。せいくん、何を言ってますの。あ、でも私も綺麗ですわね。いやいや、のむさんも何言ってるんですか。いや、え、これってもしかして私たち入れ替わってる。え、どうしますのむさん。どうしてこんなことに。僕の体返してくださいよ。あ、そんなこと言われましても。銀河おみょうじさん。スイカ、スイカ。のむさん、これはやばいですね。なんでこんなことになってしまったんでしょうか。どうやったら元に戻るんでしょうか。せいくんがちゃんと考えてください。僕、理不尽。だって彗星を見に行こうって言い出したのはせいくんですのよ。僕でしたか、のむさん。早くしてください。わかりました。祈りましょう、のむさん。祈る。手を合わせて、はい、祈りましょう。銀河おみょうじさん、僕たちを元の体に戻してください。戻りませんわね。早くしないとこの服の、なんて言うんでしょう、この僕の可愛い服やめてください。取りますわよ。取らないでください。取りますわね。のむさん、のむさん、取りたいですの。のむさん、そんな簡単に。あ、のむさん、やめてください。ダメです、のむさん。あ、ちょっとだけ取りました。やめてください、直さないと。もう、僕、アニメで見たことがあります。入れ替わった二人がぶつかることで元に戻るんです。え、そんなこと可能なんですか。やってみましょう。じゃあせいくん、行きますわよ。せーの。わーわーわわ。私たちバーチャルだからぶつかれませんわ。大事なことを忘れていました。もっと派手にぶつかればいいんですかね。わかりました。踊りながらの方がいいかもしれません。どうして。ほら、せいくん、こんな何ですか感じで。はい、あ、はい、はい、ポンポコポン。はい、せいくん、せいくん、やってください。やってますの。はいはいはい、はい、ぶつかりますわよ。え、ぶつかるこのまま。はいはい、ポンポコポン。戻ってませんわね。そうですね。仕方ないですわ。もうこのまま楽しんで過ごしましょう。のむさん、ちょっと切り替え早くないですか。このままでよくないでしょうか。いや、でも、時間が解決してくれるかもしれないですかね。じゃあのむさん、僕の毎朝やってる可愛い雨の星占い、ぜひやってくださいね。わかりましたわ。私、あれ一度はやってみたかったんですわ。あー、ちょうどよかったです。どういう感じでしたっけ。どうも、雨、何でしたっけ。いや、雨のせいです、のむさん。僕の名前、雨のせいです。だからせいくんなんですね。え、今ですか、そこですか、のむさん。やっと合点がいきましたわ。今ですか。あ、しまった。まずはスイカが混乱しないように報告しておかなきゃですわ。そうですね。スイカ、スイカ。あ、雨のせいさん、はじめまして。スイカさん、はじめまして。あれ、のむさん、なんかそんな喋り方でしたっけ。違うんですの、スイカ。私がサントリーのむなんです。いや、雨のせいさんはどう見ても雨のせいさんなんですよ。いや、
実は今僕とノムさんが入れ替わってしまって。あ、まだちょっと信じられないですね。どうして分かっていただけませんの？なんか証拠みたいなものがないと。証拠？はい、分かりましたわ。セイ君、あのいつもの朝やってる面白いやつスイカにやってあげてください。僕ですか？はい、分かりました。じゃあ僕の可愛いあれいきます。どうも雨のせいです。今日の雨のせい占い、お羊座のあなた、今日のラッキーアイテムは水イノシシ。バイバイ。お、これは雨のせいさんですね。面白いですわ。いや別に何も面白いことはしてないです、ノムさん。あ、これはあの信じました。僕信じました。信じてもらえましたか？はい、もうどうにも元に戻らないんです。まあそんなに慌てなくても大丈夫ですよ。水を飲めば元に戻ります。え？天然水を飲んでみてください。いや、そんなわけないですよね。飲む飲むすれば元に戻らぬなんて。もしかしてこれ元に戻ってますか？はあ、本当ですね。え、水で？スイカ、さすが私のパートナーです。力になれてよかったです。はい、ありがとうございました。スイカさん、私太陽のようにみんなを照らすのが使命なのに、雨キャラになっちゃったらどうしようかと思いました。あ、ノムさん、僕たち晴れ雨コンビで通ってますけど、別に僕は雨キャラってわけではないですよ。え、違ったんですか？え、なんだと思ってたんですか？じゃあ晴れキャラですか？あ、でもないです。じゃあ雨キャラでいいじゃないですか。どういう二択なんですかそれ。いや、元の姿に戻った二人よ。これからもよろしくお願いします。それではごきげんよう。バイバーイ。